え、どういうこと？え、何これ？俺、メイデーの島に来たんだよね。え、何これ？え、メイデーってこんな感じなの？今日はメイデーです。日頃の感謝を込めて、案内所にてメイデー旅行券をお配りしています。それもらいに行くから、待ってろ。にゃーいということでやってもらう。あ、やべえ、コアラの状態やった。おとらもくだももねえさま、ごきげんよう。グールド。はい、ということで。在任までの1日がスタートいたしましたということで、なんだよメーデーってよ。金出せ。おめえ金出さなかったらどうなるか分かってんだろうな。おめえんとこのよ豆粒、あの二人釜茹でにしやっからよ。今メーデーのイベントを開催中で、いつもお世話になっている島のみんなにメーデー旅行券を配ってるんだろも。ところでさ、メーデーって何の日か知ってるだも。あ、何？メーデーっていうのはね、ズバリ働く人の日なんだもん。そんなエソスさんや島民の皆さんために特別な離島でのツアーを企画したんだもん。あいつら来させんなよマジで。名付けてメーデーツアー。この離島でのレクリエーションはきっと楽しんでもらえると思うだろもん。飛行場のカウンターにあず、おいふざけんねん、わざと呼ぶんじゃねえよだったらよ。エソス様宛てにタヌキ社長よりメーデー旅行券をお預かりしております。あ、それ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 。じゃあちょっと行ってみるか。あ、タヌキ社長が直々に企画した特別な離島での殺し合いバトルロワイヤルってことか。離島で何が待ち受けてるかついてみてのお楽しみ。ええまあ、手ぶらの状態。あ、まあ、そっか。なんだよ、パクんなよおめえ。ああ、ちょっと行ってみるか。え、どういうこと？え、何これ？俺、メイデーの島に来たんだよね。え、何これ？え、メイデーってこんな感じなの？何このまがまがしいもんは。待って。え、メイニチって書かれてんだけど。え、怖っ。え、何これ？メイニチ。でも、日って、英語でデイっていうよね。ってことは、待って。メイニ、デイデイ、メイデイ、メイデイってことこれ。え、メイデイってこと？いや、物騒でしょ。何これ？え、これでメイデイって読むの？なんか違くない？うちのやつ。何これ？なんで俺んとこだけこんな感じなの？メイデイ。なんだよこれ。ちょっと、確か迷路を、まあ、攻略してって、ゴールを目指すみたいな。どういうこと？何これ？まあ、ちょっとやってみるか。あ、ちょっと怖いなぁ。こんな感じか。うわ、通りたくないなぁ、これ。あー、でも、中、中はすごいちゃんと迷路みたいになってんじゃん。あ、これマジメイデーだ。あー、メイデーの本当にこれ。じゃあ、タヌキチが俺ここを連れてきたってこと？なんで俺だけここなの？あ、でもすごい。ほら。いや、入れねえじゃねえかよ。入れねえのかよ。何これ。見せ物？これ、ただの。何これ、見せ金じゃねえかよ。メイデイって確かベル引き換え券がもらえるみたいな感じのイベントあったけど、ベル直置きかよ。なあ、モロベルじゃねえかよ。入れねえしよ。ただ見せるだけかよ。まあいいか。とりあえずこの木をどうにかしないといけないっていうことだな。で、ここのアイテムを使えば、この木が取り除けるんじゃないか。ちょっと見てみようか。これは？柄物スコップ。なんでそうで柄物チョイスすんだよ。まあいいや、ちょっとこれ使ってみようか。で、この桃、はい、桃が1個あると。で、この桃を食べて、この木をぶっこ抜けばいいんだな。うん、簡単じゃないか。何これ簡単じゃん。ちょっと食べてみようか。美味しいね。いつもの、これはフルーティーな桃だよ。毒とか入ってんじゃねえかなと思ったけど、この島だから。まあちょっと、これぶっこ抜いてみるか。ああ、いいじゃん。あ、これで通れるようになったと。あ、なんだこれ。シンプルじゃねえか。簡単だよ。じゃあちょっと次こっちかな。うん。ここなんか桃あるんだよね。ちょっとこっちなんか怖いなぁ。これもう行ってみるか。あ、ほらそうだよ。やっぱな。落とし穴と思ったんだよ。ねえ、もう怖いよ。メイデイうちのやつ。ねえ、ここは俺のメイに死ななきゃいいけど。ねえ、こっちもほら絶対そうだろう。これだって絶対落とし穴だろう。まあ怖いけど、ちょっと行ってみるか。あれ大丈夫じゃん。こっちか。あれ？これも大丈夫だな。あ、どういうこと？まずは桃を1個回収して、で、これちょっと掘ってみようか。何これ？何？靴？なんでリサイクル長靴なんだよ、こんなとこに。なあ、隠しておくな、リサイクル長靴を。まあ、確かに靴なかったからな。とはいえ、履きたくないよ、リサイクル長靴は。汚いでしょ。いや、なるほどね。これがリサイクル長靴と。で、これは？なんだろう？あ、鉄鉱石。あ、なるほどね。鉄鉱石で、ね、これでなんか作れってことなんだな。DIY レシピでなんか作るんだな。うん、なるほど。
鉄鉱石ね。鉄鉱石を使うってなれば、まあ、斧とかだろうな。うん、斧を作るみたいな。で、こっちは待って、赤、白って書かれてるけど、ねえ、あ、どっちか選ばなきゃいけないシステムなんだ。で、それによって、まあ、行ける場所が違うみたいな。あ、なるほど、考えられてんじゃん。なるほどね。ではまあ、赤を通るか白を通るかってことなんだけど、まあ、怖いよね、どっちも。ね、これ、怪人赤マントを思い出しちゃうから。ね、赤だったら、ちょっと血だらけになって死ぬみたいなとか。ね、白だったら血を抜かれて死ぬみたいな。いや、これは悩むよ。どっちに行くかだよね。まあ、どっちもなんかやばそうだからな、この島の、このメイデイはね。命日とか相手メイデイだからね、怖いよ。どうしようかな、これ悩むな。赤かな。やっぱ赤好きだからね。まあ、やっぱマザーの色といえば赤ですから。で、ここで一旦さっきゲットした桃を食べると、でぶっこ抜けばいいんだな。あー、なるほどなるほど。あー、おいしょおいしょおいしょ。あ、なるほどなるほど。で、これでまあ、どっちを抜くかみたいな。一個しか選べないからね。今回は赤にしてみようかね。ー、白も気になるけどね。じゃあちょっとこれ赤ぶっこ抜いてみましょうか。あー、いけたいけたいけた。で、ここで先に進むと、おー、なるほどなるほどなるほど。いやー、繋がってんじゃねえかよ。繋がってんのかよ、これ。なあ、なんだよ、これ。どっち選んでも一緒じゃねえかよ。選ばせんな、選ばせんな。なあ、あの意味ありけに赤白みたいなの書いてあるから、どっちがいいのかなとか思ったけど、どっちも同じじゃねえかよ。で、次は？あ、ここに、作業台があって、あ、これ、待って待って。これちょっと、これで、鉄の斧作れちゃうんじゃないこれ。あ、作れちゃうやつだよ、これ。なるほどね。で、これは？あ、粘土。粘土5個もあるよ。まあいいや、ちょっと作ってみようか。で、これで、あれ？ちょっと待って、しょぼい斧まず作んなきゃいけない。あれ？木の枝5本あるよね。いや、石がないよな。俺、なんか見落としたっけ？石がないな。ちょっと待って。で、待って、よく見たらこっち木材も足りないじゃん。あれ、どういうこと？あ、そっか。なるほどね。しょぼい斧で、木を叩いて、で、木材をゲットしろみたいな感じだったのかな。ただ、石がないからね。粘土5個あるけどね。粘土5個？いや、これ、オカリナのレシピじゃねえかよ。オカリナ作ってどうすんだよ。使わんだろ、オカリナは。まあ、ちょっと作ってみるか。なんか、俺多分、オカリナだろうな。なんか入ってきてるし、お前、誰だよ、おめえ。何それ？え？ちょ、怖いんだけど、急に来たな。お前何勝手に入ってきちゃってんだよ。これやばいとこだから。来んな来んな来んな。で、オカリナ？あ、なんかオカリナを吹いてみたいな。こいつになんか聞かせるみたいな感じなのかな？全然聞いてねえじゃねえかよ。で、待てよ。ここどうすればいいんだろう。もう桃ないしね。いけないしな。なんだこれ。先進めなくなっちゃったよ。こっちとか？だ、いけんじゃねえかよ、これ。何これ。普通に通れんじゃん。DIY 関係ねえのかよ。ただ、オカリナ作らされただけだよ。まあいいや、ちょっと先進んでみるか。何これ、何これ。おい、ちょっと待て待て。犬の糞がめちゃくちゃ落ちてんじゃねえか。ちょっとこれ、片付けろよ。何ここ。犬の散歩道なの、ここは。これ通りたくないよ。今、素足だからね。これどうするかって話だよね。こんなとこ通って先行けないよね。どうしようかなこれ。そうだ、ここか。そうか、リサイクル長靴、ここか。なるほどね、ここで使うってことか。あー、これで通れるようになるみたいな、そういうシステムなんだな。なんかムカつくな、ここまで考えられてたんだな。手のひらの上で転がされてたんだな、これで。まあいいや、ちょっと進んでみようか。ね、ちょっと怖いけどな、こんなとこね。まあ、ちょっと先進んでみようか。あれ？お、お、お、来た来た来た。ゴールですって書いてある。なんでここだけこんなにちょっと文字がさ、下手なんだよ。さっきまで手混んでただろう、文字。何このひらがな、ゴールですってね。何これ？何これ、魚？タイじゃない？なんでタイがこんなゴールにタイがあるの？どういうこと？どういうこと？メイデイにタイがある？メイデイ、タイ、メイデイ、タイ、メイデイ、タイ、メイデイ、めでたいってこと？めでたくないよ。ゴールしてめでたいってこと？おい、ダジャレ落ちじゃねえかよ。何これ。
動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コアラでした。